それでは盛大な拍手でお迎えください。ゲストの2人どうぞ。映画交換嘘日記より高橋文哉さん、桜田ひよりさんです。劇中の制服を着てのご登場となりました。では改めて本日は高橋さん、桜田さんとともに映画交換嘘日記特別課外授業始めていきます。イエーイ。お願いします。お願いします。では早速ご挨拶を頂戴したいと思います。まずは学校一のモテ男子、思ったことをすぐ口にするド直球な性格の瀬戸山潤を演じました高橋文哉さんです。よろしくお願いいたします。瀬戸山潤を演じました高橋文哉です。皆様課外授業よろしくお願いします。高橋さん、もう予告編流れている段階から、はいはい、そして登場のシーンからも大歓声でしたよ。聞いてましたよ、あそこの扉の後ろでね。ひよりちゃん、もう予告のね映像を流れてる段階からすごい、こんだけ騒いでくれたら安心して出れるねって言って安心でした。ありがとうございます。そして瀬戸山とは真逆に、つい空気を読みすぎてしまう不器用なヒロイン、黒田のぞみを演じました桜田ひよりさんです。お願いいたします。皆さんこんにちは、桜田ひよりです。本当に皆さんに会えるのを今日楽しみにしていました。今日はよろしくお願いします。桜田さん、大歓声いかがでしょう。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。桜田さん、改めて奥では高橋さんとどんなお話をして登場を待ってました。なんか今日はやっぱこう舞台挨拶とは違うワクワクとドキドキに包まれているなというお話をしていましたね。その中でこのね、中学生高校生およそ420人今日来てますよ。すごいですね、中高生、ありがとうございます。さて今日は改めて劇中での制服でのご登場ということになりました、はい、久々の制服、そして学校に来るのも久々かもしれませんので。そうですね。そのあたりの感想ぜひ聞かせてください。いや、僕も本当にその撮影期間ぶりにこの瀬戸山の制服を着たので、ちょっとね、瀬戸山になりきれてない感がありますけど、僕の違和感はあるんですよ。やっぱ髪色がね、ちょっと今違うので。だからね、ちょっと瀬戸山がこう少しでも皆さんにがこう生で見たと思えてもらえたら嬉しいなと思って、ちょっといいなと思いますし、やっぱり学校は僕本当に、僕の高校は体育館がなかったので。そうなんですよ。だから体育館入ったのはもう中学校ぶりぐらいな感じで、そういえばこんな感じだったなって思って、すごい懐かしんでおります。久々ですね。私も撮影以来来て髪の毛も短くなっちゃったので、ちょっと自分では望みになりきれてるかなって思うんですけど、はい。もう何言ってもキャーって言われるので、今日めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと試してみましょう。桜田さん、好きな食べ物は？ナス。めちゃくちゃいいな。もう 何言っても多分皆さんね、最高ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。